ラブホで AV2、うん、人で一緒に見て始まるっていう感じで、なんかよく聞くじゃん、はい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 、あれあんま分かんないんだよね。あラブホだからみたいなのもあるかもね。なるほどね。普段も AV 見ながらする人もいっぱいいるけど、うん、タダで見れるしみたいな。なるほどね。でなんかどんなの見てんの普段はみたいなさ。そういう会話人生で一回もないよね。あ本当、うん？じゃあパートナーと一緒に見ることがもう絶対ないんだ。うん、絶対ない。もう完全にパートナー大集中案件になっちゃうから。へえ。テレビの向こうの人は別世界だから、うん、なんかそこが入ってくるっていう感覚なかったけど、そうだよね。邪魔なんだ。人の顔邪魔。へー面白いね。これは人それぞれだね。集中したくなっちゃう。どっちでもいいかな。見るっていう面白さもあるし、うん、でもずっと流れてると確かになんかちょっとうるさいなみたいな。こっちのペースとこっちのペース違うじゃん。こっちのペースがすごい上がってきた時に、違うこっちまだなんだってみたいな。